行くのよ。イエイイエイ。テンションが高いの、なんで高いかっていうとね、ジャパンに来てます。ジャパン、イエイ。楽しいね、清瀬様。ね、清瀬様との大会も果たして、とっても幸せなゆかぴでございます。ということでね、今日は聞こえるかな、ギリギリすごい大声出してんだけど、今日は何をするかっていうと、オムライスを食べます。で、オムライス、なんでオムライスっていうか、これお知り合いがね、このオムの細道っていうね、何これ、なんか週に1回金曜日読みが変わるらしい。あ、そうなんだ。じゃあ週1ヶ月に4回開いてるお店があって、これ見て、すごく美味しそうじゃない。インスタのね、なんかグルメなんちゃらでもね、紹介されてる感じで、なんかちょっとなんか、まあ今って感じのオムライス屋さんで、それを知り合いの人がやってるから、ぜひ来てみました。はい、入りましょう。かわいい、ちょっと待って、外見見てみようよ、かわいいから。急にさ、車の音がなくなった。ちょっとね、間違えて24時間フィットネスとっちゃった。あのクリームソーダ美味しそう。もうね、メニューは頼んだんだけど、あと、あ、今日の OOTD です。そう、かわいいでしょ。はい、入ってみましょう。あ、押しだった。お店でございます。すごいね、レトロみたいな感じで可愛いんだけど、で、なんかスケーターもなんかあちらこちら、なんていうんだっけ、あちらほらなんか知り合いもいる感じなんですけど、スケーターがいます。なんかほら、ウクライナのイベントここでやってて、ああそうなんだ。そう、ウクライナのなんかいろいろちょっとあって、で、こちら私のスイートでございます。メニューはこんな感じでございます。あ、ちょっと待って、あ、なんか作ってるよ。なんでオムの細道って名前なんですか。ちょっとわかんないだろう。あ、私子供じゃないからわかるよ。クリームソーダが美味しそうだな。いい感じですね。え、ちょっとまつげ下がってない。まつげ下がったらいかんのよ。上がってる。もうさすがにカメラ越しじゃ何も見えない。サラダでございます。なんか前髪がピヨンってる。ちょっと疲れたみたいになっちゃったね。ちょっと疲れてないよまだ。夜はこれからじゃなくて。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、美味しそう。あ、薄い肉が乗ってる。私が頼んだのはデミ、あ、これ何の曲だっけ。もののけ姫じゃない。オムハヤシですね。ね、チーズが乗ってるのを頼みました。キャサさんも同じの頼んだよね。同じです。結構映えない、チーズ好き。いただきます。どうぞ。美味しそう。どこから食べるか迷っちゃう。うん、美味しい。美味しい。美味しい。幸せ。うん、これチーズだよね。うん、重くなくていいね。うんうんうん、すごい美味しい。ドレッシングも美味しいね。ゆかぴひどいんだよ。俺置いてんのみんなでお好み焼き食べてる。あら、そう、女子会だからね。しょうがないな。誰で行こうか。おじさん。え、お誘い。この薄い肉は最後に取っときたい。薄い肉ね。食べてないからね。名前がないかも。この人怖いよね。それが怖いって。ナウシカみたいなのがあった。あ、そうか、そうか、子供の頃のなんか。え、食べてみ。ちょっと今わかんない。ネギが入ってるよ。あら、ネギ大好き。ピーマン大丈夫。ピーマンも大好き。
んでた。アロハ。青？ね。ハワイアンブルーみたいな。あ、はい。すごい、これ私。おー、美味しそう。ありがとうございます。カメラで写真撮るときさ、結構すごい顔してるよね、ゆかぴ。集中してるから。もともとよ。本読んでるときとかブスだから。こんなのあるすごいよね。これどこにしよう、ここ？いいよ。ぶっ刺して。あー。セーフ。なんかあれみたい、彼女、彼氏目線みたいな。そうそうそう。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。メロンソーダとさ、クリームソーダってめっちゃ久しぶり。なかなか普通飲まないよね。うん、ここで見てから、コメダで頼むよ、なんか、たまに。美味しい。あ、またまつげ下がった。まあいいや。クリームソーダめっちゃ美味しかった。イエーイ、完食でーす。なんでオムライスにしたんですか？え、オムライスはあれですよ、みんなが好きなオムライス。みんなが好きなオムライスですね、はい、元からオムライスは得意だったんですか？いや、全然ですね。じゃあ練習して。そうなんですよ。このまんまるな素敵なオムライスを。そう、ゆかぴーのスピンを見てからヒントをもらって。ああ、そうだね、私のスピンね、滑らかだもんね。そうなんですよ。なるほど、ここでもまだゆかぴーがね活躍しておりますけれども、ではオムの細道の由来を。あるでしょ。ああ、オムの細道。オムの細道って何？知らないのか、そういう感じ。知らよね。松尾橋好きなんですか？はい。あ、単にあのかけた感じですね。ごろ合わせですね。ごろ合わせ。あ、とてもなんかあのスマートな感じでね。視聴者様に一言お願いします。いや、あの、今後ともゆかぴよろしくお願いします。あ、優しい。はい、ということで、いつもゆかどうやって閉めてるっけ、動画。はい、ということでね、あの日本に帰ってきてオムライスもとても楽しんできたんですけど、あのみんなね、ぜひね、あのここら辺に住所とかなんかインスタグラムとか貼ってるんで、ぜひ見てください。概要欄にも載ってるからね、あのイケメンハズバンドが待ってるよ。ということで、あの今日もみんな見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。じゃあね、みんな次の動画で会おうね。バイバーイ。うん、まっ。ニューコスチュームから、あの提供受けて、あのこんなおしゃれが大好きなゴンちゃんなんですけれども、あの北海道出身でね、多分ね、いろんな台が笑わせなきゃ。そんなにプレパレーションしてそう、この子はあのいろんなキスアンドクライでお目にかかると思うんですけど、あのぜひどうぞゴミ知り、お見知りおきよろしくお願い申し上げます。ファッションショーしようよ、ファッションショー。いいよ。あ、いいね。じゃあゴンちゃんのファッションショー開催でございます。ちょっと嫌って言ってるけど、ちょっとこっち向いて。こちらはサウンドミュージックの衣装でございます。なんかこれめっちゃ怖いんだけど。できた。はい、いいでしょ。これはサウンドオブミュージックですね。まあ、何言ってるか分かる方は分かると思うんですけど。お次の衣装はちょっとね、こちらでございます。ちょっとなんかこんな感じで、ちょっとチェーンとかついて、ちょっと色気がある感じなんだけど、これはね、ある方たちのブルースの年の衣装のコスチュームでございます。こちらもミューコスチューム提供でございます。かわいいね。こちらは何の曲ですか？ブルースだね。ブルース、またこれはブルースの時のジュニアの子たちの衣装のコスチュームをまたゴンちゃんは着ています。かわいい。皆さんはどれが一番好きでしたか？どれが一番好き？私は最初のが好きだな。あ、そうだね。最初は何だっけ？一番最初のやつ。そっか、それ見せて。この子はね、多分キスアンドクライいろいろ出てくると思うんで、皆様よろしくお願いします。
ッケー、はい、お疲れ様でした。トマトさんクランクアップです。トマトさんクランクアップです。